私たちの故郷は岩と砂ばかりの寂しい星です。だけど父さんと母さんが作った私たちの家の周りには水と緑がちゃんと残っています。下の妹キリエは本とお花が好きな優しい子。父さんと母さんは星や大地のことを研究する科学者。いつかこの星を花と緑でいっぱいにするのが夢なんだそうです。時々少し大変だけど静かで平和な日々、そんな毎日がずっと続いていくんだって、あの頃の私はそう思っていたんです。そうか、グランツ君はやはり。はい、この地に残って研究を続けるのはもう、もっと早く静養を進めていればと後悔しています。これからどうする？アミタといろいろ話し合って決めました。家族4人でそちらのコロニーに移住させてもらいます。それがいい。ここもいいところさ。空こそないが水も空気も安全だ。故郷がなくなるのは悲しいことだが、そこはもう人が住める星じゃないのさ。また調べ物ですか？ここのところずっとですね。私なりに調べてるの。一刻も早く私たちの故郷を救う方法。この一週間、ママとお姉ちゃんが私に秘密の内緒話をしてる間もずっと。気を悪くしないでくださいね。私と母さんはとても大事な相談をしていて。子供だもんね、私は。ママもお姉ちゃんもいつもそうだったから。そんなことは。でも聞いて、私見つけたの。パパの病気もこの星の病気も全部まとめて治せる方法。こことは違う次元、違う世界。救う鍵はそこにあった。私見つけたの。私と母さんの二人で今後についていろいろ話し合ったんです。一旦エルトリアを離れて、父さんにはゆっくり静養してもらうのがいいだろうって。もちろん父さんが治ったらきっとここに帰ってきますよ。だからキリエ、そんな無茶なことをしてまで結果を求めなくていいんです。本当に？本当です。私知ってるの、パパの病気のこと。治療しても持って半年、1年後の生存率は 1% もないって。だからその可能性を少しでも増やすためにこの星を離れて。それで増える可能性はどれくらい？私たちはパパのために何ができるの？それはみんなが見捨てたこの星を昔みたいに綺麗な星に戻すんだって。ずっと苦労してきたパパがさ、辛い思いしてても私たちにはいつも笑っててくれたパパがさ、何にも報われないまま終わっちゃうなんて絶対に嫌だ。キリエ、父さんに死んでほしくない。
のは私だって一緒です。だけどお姉ちゃん、昔よく絵本を読んでくれたよね。お菓子のお城とか夢がいっぱいだった。お祈りすれば何でも願いが叶う不思議な指輪、本当にあったらどんなお願いをするか二人でずっと話してたっけ。ええ、だけど私たちの世界にはお菓子のお城も願いを叶えてくれる不思議な指輪もない。悲しんでる女の子を助けてくれる魔法使いもいないから。必ず帰ってくるから、だから邪魔しないで、追いかけてこないで、絶対に。キリ、キリ、うん、お父さんのお見舞いですか。ちょっと出かけてくるからパパとママに行ってきますを言おうと思って。出かけるってどこに。すぐに帰ってくるわ、きっと素敵なプレゼントを持って。キリ、あとお姉ちゃんも 2,3 日留守にするけど心配しないでって言ってた。え、アミタが。ごめんね、ママ、パパ。行ってきます。キリ、DSVC コンバート、 GMS 起動。イリス、お待たせ。キリエ、準備はどう。できてるけど。キリエ、本当にいいの。危険な旅なのよ。平気、イリスも一緒に来てくれるんだし、怖いことなんて何にも。それ持ってって。向こうでの私の本体。うん、向こうは空気も違うから適合調整もしっかりね。うん、じゃあ行こう。この星とキリエのパパを助ける旅。この国のガールズスタイルね。ふーん。試してみて、ちょっとジャンプ。うん。街の明かりがあんなに。平和な世界なのね、ここは。そうね。キリエ、もう一度確認ね。私たちがこれからすることはこの世界の人たちにとって少し迷惑なこと。だけどなるべく迷惑をかけずに、できるだけ急いでパパとエルトリアを助ける鍵を手に入れる。高密度生命エネルギー結晶体、永遠結晶。この世界は平和だけど、世界を守ってるヒーローたちはいる。次元世界のことを知ってて戦う力を持ってる子たち。避けては通れないし、こっちから接触しなきゃならない子もいる。
習所、うちで準備してもらってるからな。ありがとう。今日も頑張ろう。お帰りなさい、主ハヤテ。おはようございます。ああ、お前たちも。オース、ザフィーラもただいま。は、おはよう。みんな、練習場の準備できてるわよ。転送ゲートはこちら。ありがとうございます。おおきにな、シャマル。いいえ。あ、ビータちゃんも一緒にやらない？パース、私は今日はもう出勤すんの。へえ。シグナムも？私もだよ、新装備のテストで忙しくてな。ほれ、いいからさっさと行け。さあどうぞ。それじゃ行ってきます。今日は久しぶりにこのステージにしてもらったよ。うん、ちょっと懐かしい感じ。あ、あれ？ナノハ、フェイト！みんなおはよう。あれ？アリサちゃん、スズカちゃん、二人ともどうしたの？今日はどうせ一日一緒なんだし、久しぶりに三人の練習を見学させてもらおうかなって。そうなんだ。ナノハちゃん、フェイトちゃん、二人を観客席に。うん、行くよ、アリサ。オッケー。スズカちゃん大丈夫？うん、それ。ナノハちゃん、レイジングハートは？いるよ、レイジングハート。イエス。Good morning, lady. おはよう。バルディッシュも元気？ Yes, sir. さあ、私たちも行こうか。リンフォース。リン、朝やで。Photon Lancer.
終了、うん、残念。今日も引き分けやね。いけると思ったんだけどな。 How unfortunate。 鈴鹿さん、アリサさん、おはよう。リンディさん、おはようございます。みんなはまだ空の上？はい。練習もいいけど、お出かけの時間に遅れたら大変。いいところで切り上げて、みんなで朝ごはんを食べましょうって伝えてくれる？はい。今日も暑いね。ペイトちゃんたち、今日はお出かけなんだよね。建設中のテーマパークに行くそうだよ。あれでしょ、アリサちゃんと鈴鹿ちゃんのご両親が建設に関わってるとかの。今日は関係者だけの内覧会のようなイベントだとか。家族と一緒に社会科見学って感じかな。夏休みの自由研究課題にするそうだ。いいね、子供たちの夏休み。見えてきたよ、フェイトちゃん。すごいね。ハヤテとミーも一緒に来られたらよかったんだけど。でも夜には合流できるんだし。いっぱい写真撮って見せてあげよう。そうね。そろそろでしょうか。そうね。お、おはようございます。こんにちは。パパ、ママ、お待たせ。ああ、アリサ。うん、お母さんも。うん、鈴鹿ちゃん、今日はお招きありがとうございます。いいえ、いつもナノハがお世話になっております。さて、それじゃあ早速見て回ろうか。沖で発掘された巨大鉱石。私たちの会社が発見したの。すごい、こんな大きな宝石初めて見た。研究のテーマにいいかもね。で、水族館の後はこっち、地上の遊園地エリア。オールスタンドです。遊園地ゾーンも今日は関係者だけの貸し切りモード。まあ、アトラクションやライドはまだあんまり動かせないんだけど。ごめんね。とんでもないです。むしろ自由研究のテーマとしては今の方が。さあ、取材やっちゃいましょう。あさ、しばらくは子供たちの時間ね。あっちはデビットが見てくれますから、母親チームはカフェでお茶でも。みんな楽しそうですね。本当に。そういえば、リンディさんとフェイトちゃんが正式に養子縁組をされてからもう半年以上ですよね。ええ、まだぎこちないところもありますけど。呼び方はもうママとかになりました？まだなんですよ。でも今までのリンディさんって呼び方も逆によそよそしく感じるみたいで。かといってお母さんとも呼べないとなると。最近あんまり呼んでくれないんです。
大丈夫、きっとすぐに。そうですよ。あら、会社から。すみません、ちょっと失礼しますね。あ、はい。あらら、あたしも。何か事件？これだよ。江戸川区で起きた廃車場の爆発事故。夜の廃車場に光る墜落物のあった現場から中継です。この廃車場からスクラップの大型車両が何者かによって大量に盗難にあった模様です。地球の常識ではちょっと考えられない事件だね。異世界渡航者の可能性がある。本局には報告済みだ。うん。工事車両の盗難、都内の各所で複数発生しています。その盗難事件の容疑者として挙がっている人物がこちら。女子高生？現場では未確認のエネルギー反応も検出されています。観測の人員を増やしましょう。エイミー、レティ本部長にもこの件について報告を。了解。捜査官を手配しますか？ああ、いえ、念のためと思って昨日のうちに。お邪魔します。お呼びですか、執務官？頼れるコンビでしょ。はい。あとは、うん、リンリー次長たちにも伝えないとね。そう、報告ありがとう。フェイトたちの社会科見学中止になったりしますか？大丈夫。でもナノハさんとフェイトにはまだ伝えない方がいいかしらね。ええ。じゃ、また何かあったら。すみません、お待たせしました。ハルナ、どうだった？ええ、やっぱりうちの車両や工事資材が盗まれてるって。随分揃ったわね。一応全部機動外郭として使えるようにしといた。3人の居場所と動きも掴んだわ。肝心のこの子は今夜単独行動で2人に合流する。永遠結晶への鍵は彼女が持ってる本、闇の書の中にある。こっちは私が行くわ。貸してもらえるように説得してみる。キリエはこっちの二人ね。うん。気づいたか？うん。見つけた。動いてる。追いかけるぞ。乗れ。うん。投票してみる。こちらある。対象と思われる反応を確認。空路で追跡を開始します。ザッ、行くぞ。鈴鹿ちゃんたち、お風呂に入るのを待っててくれるそうです。そう、楽しみです。状況は以上だ。容疑者の女性の画像を送付しておく。私、あれが大将
ヤガミ早瀬から東京支局へ。はい。三原四丁目で緊急事態発生。対応に当たりますので応援とモニタリングを願います。了解、対応を開始します。リーンがおらんといろいろ不安やけど、まあ、なんとかしよう。風絶結界発動。あなたが八神颯ちゃんね。時空管理局本局人事部所属、八神颯です。あなたは？あなたが持ってるその本、ロストテクニクスデータストレージ、闇の書、それを貸してもらいに来たの。お話やお願いでしたら局の方で伺います。すぐに返すから。抵抗しないでくれると嬉しいわ。私の大切な妹を連れ出した人、あなたはきっとキリエの願いを聞いてくれているのだと思います。それについては感謝します。ですが、人様に迷惑を、まして罪のない子供に怪我をさせるようなやり方は私は絶対に許しませんので。はじめまして、八神颯さんですよね。はい、八
です。よかったです、あなたがご無事で。ハヤテ、我が主アルフ、ゾフィーラ、ご無事ですか。うん、襲われたけど制服のお姉さんに助けてもらったよ。私とアルフも現在対象を追跡中です。大型トレーラーが大暴走で、こっちの警察が大騒ぎしてるの。我々は今この暴走を引き起こしたと思われる少女を追跡しています。この人、鳴坂高速道から臨海道方面へ大型車両が多数暴走中、警察車両が出動しています。付近をご通行中の方はどうかご注意ください。繰り返します。鳴坂高速道から臨海道方面へ大型車両が多数暴走中。私はさっきのピンクの子、私の妹を追いかけています。はい、妹の目的は八神隼人さん、あなたのその本なんです。あなたからはその本を、菜の葉さんとフェイトさんからはその力を無断で借りようとしています。私は妹を止めないといけません。ほう、ということで失礼。ハヤテさんや皆さんは私がお守りします。行きます。クロノ君、クロノ君聞こえる？事件の犯人はザフィーラたちが追ってるピンクの子で異世界渡航者。この人はピンクの子のお姉ちゃん、妹を止めるために来たんやて。状況は分かった。アルフとザフィーラは大丈夫、自力で現場に復帰できるって。よかった、私は引き続きこの人に聴取を。飛ばしますよ、ハヤテさん。この二人が事件の容疑者だ。現場は高速道路上、一般人の被害を出すわけにはいかない。すまないが緊急出動だ。現場付近に結界を展開する。容疑者確保を頼む。了解。海鳴り204より本部、逃走車両は、車両が突然、これが結界ってやつ。よっ、時空管理局です。そのまま動かないでくださいね。何か事情がおありだと思いますが、詳しくは局の方で。フェイト・テスタロッサちゃんと高町菜の葉ちゃん。あなたは私たちのこと知ってるわ。いろいろ調べたからね。残念、この服結構気に入ってたんだけど。フォーミュラースーツセット。
こは見逃してもらえない？私はどうしても欲しいものがあるの。それがイリスに友達に手伝ってもらってここに来た。家族を助けるためなの。見逃してもらうわけにはいかない。縛るやつももう効かないわよ。ほらね、あなたは一体？さっきも言ったでしょ、家族を助けたいの。私のお父さんなんだけどね、死んじゃうかもしれないの。時間ももう残ってない。助けるためならどんなことでもする。それが世間から見たら悪いって言われるようなことでも。だからお願い、ここは見逃して。ダメです、それはダメです。お願い、ピッチングハンドバリアジャケットをパージ。 All right, purge blast. あれ、なれるように頑張りますから、お話聞かせてください。二人ともすごいのね。だけど切り絵、やっと見つけました。さあ帰りますよ。アミタ、ナナハさん、フェイトさん、お二人とも無事で何よりです。お友達ハヤテさんもちゃんと私が保護しましたので。はい、絶対に追いかけてこないでって私言ったよね。私は言っちゃダメだって言いました。アミタまでこっちに来ちゃったらママのことはどうすんのよ。何考えてるの。家出した妹を連れて帰る、それだけです。言ったでしょ、パパもエルトリアも助けるんだって。帰りましょう。このー引き分けてくださいキリエ。死んじゃうのよ。悲しくて苦しいのは私や母さんだけ一緒です。それにあなたを連れ出したあの子を私は信用できない。
キリエさん、落ち着いてください。ここはお姉さんのお話を。邪魔をしないで。ちゃんと謝って家に帰りましょう。まあ素直に返してくれるかどうかは難しいところですが。フェイトは無事でよかった。ありがとうアルフ。おオンに着ろよナノハ。うん、ありがとうビータちゃん。シグナムも。あキリエ、まだ終わりじゃない。イリスがくれた最後の奥の手、システムオルタバーストドライブ。キリエ、あなた。あなたのスーツにそんな機能はなかったはず。出力制御がめちゃめちゃです。皆さんに怪我でもさせたら。その本さえあればいいの。少しの間貸してほしいだけなの。だからそこをどいてってば。帰りましょう。母さんが待ってます。お姉ちゃんはそうやっていつもいい子なんだよね。わかんないでしょ、私がどんな思いでどんな覚悟でここにいるか。パパの夢もママの幸せも全部私が守ってあげるの。
キリエ、私はお姉ちゃんには分かんない。嫌いよ、お姉ちゃんなんて大嫌い。しまってあるのよね。ダメです、これは絶対ダメです。話して、おちびちゃん。ダメです。これはハヤテちゃんの大切なものなんです。それに帰ってしまった先代が残してくれたたった一つの宝物なんです。だからされる女性は先ほど本局の救急病棟に搬送した。これから検査とできる限りの治療をする。残酷なようだが、意識が戻ったらすぐにでも話を聞かせてもらわなければならない。ハヤテとリーンはまだ目を覚まさないか。それが起きてる。とんだ失態や、申し訳ない。想定外の相手だ、謝ることじゃない。それよりも、うん、取り返せよ、失態のつけも私の宝物も。重要参考人アミティエ・フローリアンさん、すごいわね。彼女、骨の強度も筋出力もミッド人の数十倍、心肺機能も桁違い。これなら過酷な環境でも適応できるでしょうね。装備の技術もすごいわ。許されるならじっくり研究したいくらい。主任、機体の準備ができました。ありがとう、今行くわね。みんなの装備回収と更新、特艦であれば 2,3 時間でできるはず。ただフェイトちゃんのバルディッシュは難しい子だから。私も手伝う。うん、みんなも頑張ってね。あら、レイジングハートは？レイジングハートと私はちょっと野暮用が。I'm terribly sorry. ナノハ、今大丈夫？うん、実家を走らせてるだけだから。撃たれたって聞いたけど。平気、ジャケット着てたから。でもなんか思い詰めた顔してる。助けなきゃならない人を助けられなかった。悔しいよ。でもまだチャンスはあるんでしょ？うん、次はもう負けないし、絶対に助ける。この顔、最近しなくなったと思ってたんだけどな。このままどこか遠くに行って、そのまま帰ってこなくなっちゃいそうな。
まり気負いすぎないのよ。いつもみたいにしっかり全部終わらせてちゃんと帰ってきて。夏休みは始まったばっかりなんだから。大丈夫。キリエさん、2年前の私と少し似てるんです。大切な人のために必死で夢中で、周りが見えなくなって、そのためにまた大切な人たちを傷つけて。助けたいです。取り返しのつかないことになる前に。助けましょう、みんなで。はい。重要参考人の治療は無事に成功。今はもう普通に話ができる状態になったわ。ずいぶん早い回復ですね。簡単な治療処置をしてもらって、あとはエネルギー補給をしてもらったら、あっさり治っちゃったそうよ。それはまた。ただ彼女ね、取り調べするなら聴取担当者を指名したいって。指名？ええ、フェイトちゃんを。え？奇妙な話ですね。うん、なんでフェイトちゃんなんやろう。優しそうだから。そこのド天然、今真面目な話をしてっから。えー、フェイトはどう思う？聴取は誰かがやるんだし、アミタさんの希望なら私にやらせてほしい。わかった、じゃあ通信をつないでもらうわ。お願いします。ユウの支所長も今そちらに向かってる。もうすぐ到着するはずだよ。ユウノ君来るんだ。心強いわ。現場のみんなは対象キリエの捜索を続けてくれ。装備も更新が終わり次第届けるから、空の上で受け取ってね。了解。リーン、行こうか。はい。ではこれより聴取を始めさせていただきます。会話はすべて証拠として保存されますので、ご理解をお願いいたします。はい。あなたのお名前を。アミティエ・フローリアン、親しい人はアミタと呼びます。よければアミタと。はい。ではアミタさんの居住世界は。故郷の名は惑星エルトリア。エルトリアは長い歴史を持つ星なんですが、近年は砂漠化の進行や地上資源の枯渇、環境汚染といった生存環境の悪化が著しく、住民たちは故郷を離れ星の海へと旅立って、残っている人はごくわずか。私の両親は科学者なんですが、故郷の大地の再生と緑化が私たち家族の夢なんです。私も妹のキリエも両親と一緒に力を尽くしていました。ですが父は数年前から病を患って、今ではもう意識を取り戻す可能性はほとんどないと。キリエは父の無念を悲しんで、何とかしたいと必死になって見つけたんです。遠い世界、こちらの世界に渡って、そこに眠る力と技術を持ち帰る方法を。星の命すら操るという永遠結晶、それを探すための鍵となるのが、ハヤテさんの持つ魔導書、夜天の書。ハヤテ、永遠結晶という名に心当たりは？ないよ。夜天の書の解析はこの2年で十分したはずなんやけど。ただ夜天の書のデータの大半は闇の書事件の際に失われていますから。闇の書の闇や仙台リインフォースと共にか。はい。あの子なら仙台のリインフォースなら知ってたかも。かもな。キリエの調査は綿密でした。永遠結晶のありかと、計画にとって重要人物となるフェイトさんやナノハさん、ハヤテさんたちのデータ、能力はもちろん過去の事件のこともいろいろと。失礼ながらここに来る前、私もそのデータの閲覧を。そうしてキリエはこちらの世界へ。私も半日遅れでやってきました。ありがとうございます。状況がだいぶつかめてきました。いえ。でもアミタさん、私たちのことを知ってくださっていたんなら、こちらの世界に来た時点で私たちに相談してほしかったです。それはその、申し訳ないです。
でもこれからは私たちと協力して行動していただけるんですよね。え、それはキリエさんを保護して一刻も早くご両親の元へ帰らなきゃいけませんし。あの、いえ、一緒に頑張りましょうね。はい。そういえば聴取担当のご指名が私だったのはなんでなんですか？フェイトさんは優しそうな方ですから、穏やかにお話を聞いてくれるかなと。あとはもしもキリエがフェイトさんの触れられたくないことに触れていたりしたら、それは私が謝罪しておかなくてはと。大丈夫ですよ。でもお気遣いありがとうございます。そうだ、大切なことがもう一つ。キリエさんがイリスって名前を呼んでいたんですが、お知り合いでしょうか？ああ、遺跡版の人工知能ですかね。キリエが調査に使っていました。遺跡版？こちらの世界でいうコンピューターみたいなもので、これですね。小型の端末を持ち出したんでしょう。キリエにとっては子供の頃からの友達みたいな存在でしたから、ハヤテさんを襲った車もその人工知能が操作していたのだと思います。してない？なんで？ひどい目にあってお姉ちゃんとも喧嘩しちゃったでしょ。私の言うこと聞いたの後悔してないかなって。イリスは私にチャンスをくれたの、覚えてる？初めて会った時のこと。もちろん。キリエがまだ内気でおとなしくてボッサボサのクセっ気だった頃のこと。冴えない子だったからお姉ちゃんやママみたいな綺麗な人に憧れたっけ。なんで私だけこんななんだろうって。でもイリスと出会えて、イリスが私にいろいろ教えてくれたんだもんね。ほっとけなかったから、お姉ちゃんに叱られたり落ち込んだりするたび、キリエは私のところに逃げ込んできて、ずっと話を聞いてくれたわよね。嬉しかった。やっちゃいましょう、鍵の呼び出し。うん。フォーミュラエミュレート、アルターギア、闇の書、コードロック解除、管理者権限にアクセス。鍵の場所は構造の奥の奥。これが永遠結晶への鍵。ええ、おはよう、ロード。我は大丈夫、思い出し。あなたは王様、古い魔導書の中で眠らされていたの。あなたの周りを回っているのがあなたの大切な進化。進化。私たちはあなたに失われた力を取り戻すチャンスをあげたいの。永遠結晶に眠る無限の力を。取り戻すための力も貸してあげる。
人にもインストール。我が進化、シュテルとレヴィ。いろいろ思い出した？ああ、思い出した。あらゆる望みは我が手の中、世界のすべては我が腕の中。無限にして無敵の王に我はなる。なんかすごい子たちね。あの子たちが鍵よ。とても大切な鍵。先ほどの魔力爆発地点から大型魔力反応が3つ高速で移動しています。追跡対象キリエフローリアンのものと思われる反応も確認。出撃確認。現在のチームで装備を受け取り追跡を開始。フェイトももう出撃しています。僕もこれから出撃する。出してください。私が行かないとうちの妹が。あなたはシャリオ・フィニーノです。ナノハさんたちの後輩です。そして Good day, I'm Raising Heart. I am here to make a request.バルディッシュは間に合わなかったか。調整が難しいみたい。でも大丈夫、この子で何とかします。シグナム班、上空に注意してください。大型の質量反応が上空から。隕石大きい。墜落予想地点オールストン C エレア D。 私が止める。行くぞ、レヴァンティ！やぼう！来たお前ね！かけよ、ハヤブサ！シグナム、大規模危険行為で現行犯逮捕。あなたの使命と出身世界は？どこから来たとか僕だって知らん。誰が呼んだか知らないが、僕の名はレヴィ。来航のレヴィとは僕のことさ。そして僕がわざわざ運んできた僕のしもべ。エリア D、 シグナム班が巨大兵器を連れた青い少女と交戦開始。Thank you.
します。バッテリーを交換してください。バイルスマッシャー、再発射困難。装備、乾燥します。おいよ、とどめは任せろ。ビータちゃん。殲滅しますよ、ルシフェリオン。ディザスターヒー。連携です。名乗らせていただきましょう。我が名はシュテル、殲滅のシュテル。シュテル。そして王から賜った我が忍び、城塞のグラナート。あなた方に恨みはありませんが、ここで消えていただきます。我が闇の書の主か。夜天の書の主、矢神ハヤテです。我が名はディアーチェ。失われた力を取り戻すために蘇った王の魂。王。我が力を取り戻すには貴様らが目障りだとかでな。キリエさん。いや、イリスの差し金やね。答える必要はないな。
質問してもいいですか？え、今？あなたは先ほどから地上の建造物を守るような挙動をとり、生命反応は見当たりません。無人の建造物を守る理由は何ですか？それは、まあ、この施設はみんなが一生懸命作ってるもので、完成を楽しみに待ってる人がいる。たくさんの人の努力と期待がこもってる場所だから壊したくないの！それを守りながら私の攻撃を受け切れるとやってはみるよ。無理でも何でも物分かりよく諦めちゃうと後悔するから、だから決めたんだ。どんな時でも諦め悪く食らいついて、私の魔法が届く距離にあるものは全部守っていくんだって。それがあなたの覚悟ですか？私にも覚悟があります。王を守り、王の願いを叶える炎であるという覚悟です。バインド集う赤星収束魔法。私とあなたの心と魔法、どちらが強いか比べ合うとしましょう。こっちも収束法で相殺するしかない。だけどこんな距離で撃ち合ったら地上の施設が。ナノハ大丈夫？地上の施設は僕が守る。ユウノ君、だからナノハはこっちは気にせず全力でぶっ放して。ありがとう。すごい星の輝き。レイカー同士の激突、ルシフェリオン。私の勝ちだね。目が覚めたらお話聞かせてね。高町班、シグナム班、状況クリア。高町班は対象すでに。ごめん遅くなっちゃった。新装備のバルディッシュを持ってきた。
ートは？中で犯人の一人を追いかけている。それじゃあ私が届けてくる。普通の魔法がほとんど通じない相手よ。あなたじゃ危ないわ。私が届けてくる。やりづらいっちゃやりづらいし、場所変えよっか。いい場所見っけ。ついてきて。ちょっと。ここここ。場所はいいけど暗くてつまんないね。ここならいいでしょ。綺麗で楽しい。ねえレディ、あなたどこの子？どこの子って、僕は王様の信徒でシュテルンのマブダチ。王様がね、君らをなるべく足止めして、できることならやっつけてこいって言うから、僕とシュテルンは頑張るの。王様っていうのはキリエさんの関係者？王様は王様だよ。ずっと眠ってて退屈だったからさ、いい遊び相手が見つかって、僕は結構ご機嫌なんだ。遊んであげるからかかってこい。デビー、遊ぶのは後じゃない。なんだよ、しつこいぞ。キレイさんを中心に事件が起きてて、たくさんの人が困ることになるかもしれないの。私はそれを止めたくて。ダメだってば。僕は君をやっつけろって命令されてるんだし。だけど大体人が困るったって、そんなの僕の知らない人だしね。今は知らない人でも、いつかレビィと出会うかもしれない。大切な人になったりするかもしれないよ。その発想はなかった。大切な人が困るのは困るね。そう、人に迷惑をかけたり物を壊したりするのは悪いことなの。たとえそれが命令されたことでも。ちょいちょいちょい待ち、フェイト。それってさ、僕の王様のこと悪い人だって言ってるの？いや、違う。王様はさ、僕をいい子だって言ってくれた。ご飯もおやつもくれたし、うんと優しくしてくれた。一緒に眠ってくれた。僕は世界中でたった一人、この人についていくって決めた人だ。そんな王様を悪い人だとかいうやつは、僕がこの手でぶち転がす。レビィ、待って。レビィ、違うの。そうじゃなくて。違わない。王様をディスるやつは悪いやつ。僕はそれくらいシンプルでいいってシュテルンが言ってくれたもんね。レビィ、私は、うっさい。やっつけられろ。そう、極光山。
死んじゃった。ああ、まだ生きてる。あ、いやいやいや、王様のため、シュテルンのため、一応とどめをね。そんじゃバイバイ、フェイト。大切な人が危ない目に遭ってるの。帰ってこなくなっちゃうのを黙って見てるなんて嫌だもの。一人ぼっちで心細かったでしょう。違うよ、私一人じゃなかったよ。プレシア母さんに生み出してもらって、アルフと一緒にリニスに育ててもらって、アリシアお姉ちゃんもちゃんと私の中にいる。まだね、こんなに優しい家族とたくさんの友達に囲まれて、出会ったみんなに道を切り開く力をもらって、私は一度も一人ぼっちになったことがなかった。あの子を説得してくるか。待ってて、母さん。トレント、ごめんね、お待たせ、デビ。待ってないし、そもそもなんだよ、卑怯者。仲間の助けを借りるとかずるっこだし。デビもロボット使ってたし、おあいこ。あれ、生徒のお母さん。私のお母さん。子供の喧嘩に親を呼ぶとはますます卑怯な。僕が成敗してやる。ベビーとお話しするの楽しいな、王様や。シュテルン？あ、それは僕だけが呼んでいいあだ名。シュテルンはシュテル。シュテルたちとみんなで一緒にお話ししたいな。無理だね。なぜならここで僕が君をぶち転がすからだ。そうならないように頑張るよ。レビーが敗れたか。仕方がない、すぐに救出してやる。と言いたいところだが、この小ガラスが鬱陶しい。なかったが。
高まれ我が魔力、震えるほどに暗黒。絶望にあがけアロンダイト。融合機に救われたか。だがもう戦えまい。王様も相当お疲れのようで。あれは、やっと見つけた。これが永遠結晶。キリエ、私を永遠結晶の方に。あ、うん。アクセル、システム、ドライブ、ウイルスコード、起動。イリス、キリエ・フローリアン、そしてイリス、次元法違反の現行犯で逮捕する。もう遅いわ。だけどちょうどよかった。体を作るための材料が必要だったから。結晶の中には悪魔が1羽眠ってるの。途方もない力を持った悪魔が。だけど星を救うとか、あなたのパパを助けるとか、どんなことには使えない。これは星を殺す悪魔だから。だってイリス、永遠結晶はエルドリア救済のための力だって。ごめんね、嘘をついたわ。パパの病気も治るかもって。それも嘘。そう言わなきゃあなたに手伝わせることができなかったから。イリス、嘘よね。そうね、嘘だったわ。あなたに話したことも、あなたに言った言葉も、出会ってからも全部が嘘。嘘。大変だったわ。だけど感謝はしてるから教えてあげる。私は人工知能なんかじゃない。エルトリアで暮らしてた人間だった。だけどこの悪魔に、私は命も家族も大切なものも全部奪われた。心だけが生き残って、あの遺跡板の中で眠ってた。眠ってる間もずっと探してたの。この悪魔に復讐するための方法を。だけど、だからって。心から願った思いがあるなら他人を困らせても仕方がない。キリエもそうやって自分の願いを叶えようとしたでしょ。みんなを傷つけて、私を利用して、どこかの誰かが被る迷惑より自分の目的の方が大事。同じよ、私もあなた。お話は終わり。バイバイ。どこかの誰か。レビ、シテル、聞こえるか。門を作る。急ぎ戻れ。心得ました。王様待って、あれは何なん。貴様に話す道理があるか。
ついてくるな。この感覚、我は知っている。この力の持ち主を。よし、応急処置は終了だけど、全開まではまだかかるよ。うん、ありがとう、ユウノくん。まあ、あっちは任せとけ。おとなしくしてろよ。僕も行ってくる。気をつけて。ナノハさん。Are you alright, Master? シャーリー、レイジングハート。アミタさん。ナノハさん、すみません、妹のせいでこんな目に。それに、そういうのはまた後で。それよりもこれからです。お願いしてた件どうでしょう。彼女の指示に従って準備はしました。 Completion 60% capable of operations。 ですが、無茶ですよ。無茶だから引っ込んでろって言われて、アミタさんなら従いますか。無理です。私も同じです。諦めて後悔するのも、それで誰かが悲しんでるのを見るのも、もう嫌なんです。私の魔法はそのための力なんです。ちょっと見ないうちにずいぶんボロボロになった。言われています。レヴィ、起きてください。貴様、イリスとか言ったな。一体どういうつもりだ。それは何だ。どうもこうも、私のすることは一貫してるわよ。王様たちが欲しがってる力はこの子の胸の中。ここからえぐり出せれば、無限の力が手に入る。ま、この子は抵抗するでしょうけど。私たちにその子と戦えと。そう、舞台はこの世界のすべて。この子を殺して勝ち取ってね。全員動かないで。突然の違反で逮捕します。おい、動くな。いつまで寝てんの。起きな。サイ！専用のウイルスコードを打ち込んである。すべては私の思い通り。抵抗は不可能。リス、私、これは復讐よ。私はあんたからすべてを奪う。あんたが私にそうしたように。まずは邪魔者の片付け手伝ってもらうわよ。私も意志も力も自由にはさせない。
大切な命も無関係な命も全てを殺して、誰もいなくなった世界で泣き叫びなさい。驚いた。そっか、フォーミュラスーツのおかげで有利の能力を受けにくいのね。イリス、私はどうする？撃ってみる？今なら見逃してあげるわ。だけどもし撃ったら死ぬよりひどい目に遭わせる。あんたのパパとママとお姉ちゃんにも同じことをする。それでもいい？あんたは結局何も変わってない。私がいなきゃ何にもできない。自分じゃ何にも決断できない。弱く泣き虫で冴えない子。違う違う、私は現実は絵本とは違うの。一人じゃ何にもできない女の子は大人になってもそのままだし、どんな夢も叶う不思議な指輪なんて絵空ごと。願いは叶わないし、悲しい物語は悲しいまま終わる。だからあなたには引けないわ、そのトリガー。あなたはそうやっていろんなことを諦めてきたんですね。だとしたらかわいそうです。あなたはとても、アミチ。この世界の魔導士って魔法使いって意味だそうなんです。不思議な力が嘘でも、悲しい物語が進んでいても、泣いてる子を助けてくれる魔法使いはちゃんといました。消えそうな希望を手繰り寄せたい。